大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ファイアプロモーター団体運営モード13年目、2月の方をやっていきましょう。前回やったっけ、クマに裏切られてああだこうだっていう話をしてたんですけどね。その時多分前回お見せしてなかったと思うんですけどね、これ見てびっくりしましたよ。アメリカの人気がね、デーに、またもう本当にね、あのクマ野郎、本当絶対許さないぞ。ということで、今回も始めていきたいと思います。相変わらずの状況でやっていきますけれども、これをね、マンモス佐々木、これだけちょっとやっとこうかな。誰か忘れてるような気もしますが、ちょっと本当にね、いや、前回最後に、あの、クマもうやらない、クマとは触れ合わないっていうことを、言っていたんですけども、この人気デーに落とした責任をやっぱり取らさないといけないということを、思いましてね、やっぱり呼びつけることにしました。というわけで、あれ、これ4段やったっけ、あ、読んだところで終わったんだっけ、そうですね、あれ、どうやったっけ、そう、違う、工業、呼びつけたところで終わってるはずかな、記憶にございませんかな。よし、やっぱそうでしたね。これをでもな、王道にしてもストロングにしても来ない、逃げるってなんやろうな。まあいいか、ちょっと、シングルで対戦でメイン、この間でもメインに迎えてもな、嫌がりやがったしな、本当に困ったもんですけども、王道、うち誰か王道おらんかったっけな、みんなストロングですよね。王道で入りたての人をしたら、あ、いた、王道の人がいたじゃないですか。おお、で、これを、試合スタイルを王道にすれば、さすがに来るでしょ。よーし。これでどうだ。で、これは、違う。普通に、組めば、クマホワイト、あ、ホワイト前の方がいいな。間違った。お前らを、いや、赤コーナーにせんとけえへんの？もうこんなそこまでやっとこう。もう完全に逃げ場がないようにしとこう。こんな好待遇はないですよ。はい、違う。あ、間違った。で、これは、クマは、ホワイトの方はストロングやから、ストロングでいいでしょ？で、お相手つかまつるは、ビガロストロングで人気ある、あー、グラジオちょっと腕おかしいから、マミーでいったらどう？これでまた逃げられたら嫌やな。こうしとこっか。こうかな。あ、じゃあこれになったらまたか。これ一緒に変わってくれへんのが嫌やねんな。で、これを王道で、ですよね。これで逃げたらもう、ここがミドルになってるからまた嫌がるかな。まあ、いっか。これはもう、よしとしよう。で、あとは、タイトルマッチ。マミー、タイガーマスク、あ、これはこうなってるから、マイク・ベイリーの試合に、試合じゃない、ベルトに、タイガー。この2人一回、いや、まあタイガーでいいでしょ。で、やっぱり、でもヘビー級が後ろになる方が本当はいいんですけどね。試合評価がね、ヘビー級のね、この人らあんま上げてくれないんですよね。鈴木みのるさん、ちょっと久しぶりにどうですか？いや、人気のある、あ、ノートンな、ノートンでもな、何回もチャレンジしてるけどダメなんですよね。
ガンダム。この辺に秋山さん、秋山さん社長に言っときましょう。ね。大丈夫ですね。メイン。これルーキー、うーん、いいかな、まあいいか。よし、あとはもう今回はノーマルでいきましょう。で、この人たちがジュニアをちょっと混ぜ込みながら、フレアの人気が全然上がらへんな。こっちに三上さんも入れておいて、こっちもこれで剣王で、これもこうしておいて、こっちも人気ある君島さんね。で、これ徐々に人気が上がってんのかな。ノートン、ノートン入れといてあげんともったいない気がするな。ノートン、ミノル、ノートンの挑戦権を誰がっていうようなストーリーでいいですよね。シックスメンで戦っておいて、あ、グレートゼブラ、ノートンの挑戦権じゃないな、ビッグショーのですよね、本当。あ、違う、これシングル。じゃあ、さばききれない。きっと、マサダ、マサダ S なんやな。グラジのちょっと腕が怪しいですね。で、ここは、キラーカーン。シックスメンタックの、ベルトタイトルマッチを全然やってない気が、あ、しまった、ちょっと、これをタッグぐらいで、あ、まだ余るかな。増えたな、やっぱり。バーンガニア、フリッツモエリック、あ、でもやっぱり徐々に人気は上がっていってるんですね。リック・フレアが今回上がらないぞ。なぜだ、足りる、これ。あと4人おったっけ。あ、いてるいてる。体調悪い人もいてそうな気もするけど、なんとかなるでしょ、頑張って。これでいいんじゃない、誰か余ってる気もしますが。さあ、それで、1万人入らないの。うわー、そうか、団体人気が下がったからや。くそ、熊野郎、ほんと腹立つわ。1万人埋まらないんですよ。ちょっと本当にやってくれたな。めっちゃ地道な作業になってきたな。そう、しょうがないな。どうしたもんかいの。フル稼働ですもんね。で、これで、これを、こうして、これももう、何もなくなってきましたね。変更がね。あちゃちゃちゃ。で、1万人やから、あ、3000個ぐらいにしといた方がいいやろな。あ、そういえば軍団を作ったんですね。そういえば忘れてた。軍団グッズ売れてんのかな。売れやすくなる。一応5000個作っとってみましょうかね。これで飛ぶように売れてたら、その軍団を作った意味が、あ、弁当めっちゃ余ってる。もうごめんなさい。これでまたクマけえへんかったら、あー、しまった、作りすぎたかな。ほんじゃクマ来いよ、おい、ちょっと本当に
さあ13年目2月、果たしてクマはやってくるのでしょうか。試合開始です。ここまでは大丈夫ですよね。この次のボタンを押したらクマが、よし、ついにクマ退治。クマが来たところでどうっていうことはないんですけどね。うん、おレインメーカー、あーグラジね、ラリアット系なんでしょうがないですよね。でーかー、これは人気上げんの時間かかるな。対抗戦しようかな。アメリカばっかりな。まあでもしょうがないな。まあこれはいいでしょう、ね、見てる方はちょっとこう、もしかすると対抗戦して手っ取り早く上げろって思っておられるかもしれないですけども、もうじわじわ上げるということにしましたので、まあね、気長に行きましょうよ、ここは。って言ってて、なんかすぐ僕は変わる、考えが変わるかもしれませんけど、それはお許しください。さあ、そろそろ、おー、100%、いいですね。やっぱりレフェリーをお金積んだって言い方はあれか、買収したわけじゃないですかね。おー、おー、負けた！くー、クマに負けたせよ、おい。もしかしてクマホワイトってジャイアント属性なんかな。ほーほー、おー、これはなんとか勝ったと。よし、クマブラウンはこれでまあ許してあげようか。問題はクマホワイトやな。クマホワイトとクマブラウン雇おうかな。入団せえへんかな。うわぁ、低いな、評価。やっぱ、これがね、謎っていうか、ジャイアント属性のなんか悪いとこなんですよね。今の 69% でしょ。これも低いな。そうか。嫌なやつは取り込めばいいんだ。というわけで、大成功にはなったでしょう。ね。ただ、満杯にもできず。さあ、問題を。問題はというか。13年目の3月です。ウィリアムス。丸藤だっけ。おお、丸藤だっけか。丸藤だっけ。今レスラー何おんやろ。おお、岸和田が偉い。ちょっとダメ元でクマちょっと 見てみよう。信頼度は S。 さあ、これはなかなかけえへんかな。ここから引っ張るのもかわいそうな気もするしな。ねえ、S。信頼度が高いと来ないでしょうね。まあでも、ダメ元で、お金はまあまあ、入団契約、300万。400万弱ですよ。来るかな？クマーブラウン。来たとて役に立たないかもしれないけど。やってみよう。まあそらそうっすよね。まあまあそらいいや。これでまあクマとの戦いはまあいいということにしとこうかな。もうあとは地道に団体人気を上げていくしかないでしょうね。トーナメント一回やっとくかな。今全部で何人おんねやろ。団体40、44名。あ、人気は C に上がりましたね。44ということは8、3パー24、6面のベルトをかけるトーナメントとかできる
るっていうことですよね。トーナメントできません？できるでしょう。で、シックス面のトーナメント、これを久しぶりにランダムエントリードン。おお、へえ。まあこれでいいんじゃないですか。めっちゃ手抜きみたいに見えますけども、まあまあ1万人ギリギリで、行ってみよう。これで今回はたまにはね、たまにはこういうことをやっておくべきです。大丈夫かな。タイトルは書けない。 OK。 でその代わり他団体参戦をさせておくと。ビッグショーはダメよ。で他方に、他方面に掘り込んでおいけば何か。あーマミー、えらいお腹、これお腹クマにやられたな。あ、トラディショナル、トラディショナル、ここに大量に掘り込んどこか。ジュニアの、ジュニアの何人かを取り込んどいたらベルトを取ってくれるかもしれんと思ってたけど、それがいないから、まあいっか、もうよし、こんなもんで OK。 で運営グッズ、おお、これは売れた。3000個はいけるということは5000個、もっと作ってもいいんかな。5000個でとりあえずいっときましょう。軍団グッズ好調でも、このそんな売れてない気がするな。5000個ぐらい作ってですよね、多分ね。軍団グッズ価格安いのにな、あんま1200円で売れへんの腹立つな。文句ばっかり言ってるわ。よし、これでいこう。で、大丈夫。あ、スカウトは危ない危ない。アメリカ、あんま、この二人アメリカ見てくるか。アメリカでストロングにちょっとさせてください。とにかく今はアメリカを席巻しないとね。ただね、アメリカの人気が S になったところで、オール S になったところで何も起こらない可能性もあるんですけどね。まあ、あの、その代わりじゃない、それで終わったら今度はベルトを狙いますよ、もう。で、それをやりながらお金ですね。よし、まあこれはもう淡々と。8人タックルにしてもよかったぐらいですね、これね。ランダムマッチ。まあ、ファン感謝デーみたいなもんですかね。どんなチームが組まれてるか、僕も分かっていない。やっぱりこれはあれなんですかね。あの、軍団とか、一応関係してくるんですかね。ランダムで選んでるけど。その辺は、こう、コンピューターが勝手に配慮というか、忖度して。100%。あと3試合ぐらいか。おお、いいですね。これで 90%、80% 以上なら多分大成功になるはずなので、この大成功をで、さすがにすぐには上がらんかな。おお、あ、ドロー。どうなんのこれ。もう一試合。お客さんは大喜びでしょうね、そうなったら。えーんちょーっていう声が聞こえたんでしょうね。さっき何分やったか忘れたけど。へー。全く接点のない3人。まあでも、なかなか
いい興行だったということでしょう。よしよし、大成功。さすがに6年か。ああ、お金めっちゃ儲かった。あ、収入が多い、なんでやろう。何かよくわからないですけど、トーナメントにな、掘り込んでみようかな。はい、13年目の4月。お、佐野マドック。それよりもカンスミビル。うえい、ちょっと待て、今これでか。今回はやめ。お金の問題じゃないけど、そんなこと言ってる場合じゃない。カンスミビルのはず。カン、まあトーナメントで優勝したもんね、活躍したから。でスミス、スミス、あ、スミス、ヨシタツ大丈夫か、ボロボロやないか。まあさせといてあれですけどね。でビル・ロビンソンじゃなかったかな。よし、オッケー。で、どうしようかな。あ、入団。もう、アメリカで。あ、ヘッドハンター A、B いるじゃないですか。個人的には好きなんですけど、それより、ジュニアのレスラー取る方がいいかな。アメリカで誰か、あ、スティーブ・ウィリアムス、いいですね。ただ、この人な、怪我させる気、することはあるからな。いやー、ダメか。まあまあいいやね。スカウト。アメリカな、別にいらんかな。いや、アメリカにしとこう。アメリカで、ショーマンでもいいや。ちゃ、やっぱりストロングにして、お願いします。お仕事。で、情報だけ C。まあ、そう簡単には上がらないでしょうね。対抗戦すりゃ一気に上がるんやろうな。でもやらない。決めた。で、ビッグショーのタイトルよりも、マサダのタイトル、これ、に、最近上り上司は誰かな、人気上がってるのね。ここ2人は、あ、でもジャンボ鶴田と秋山、あ、丸藤、秋山、ここ人気あるからいいでしょうね。チャンスをあげましょう。で、シングルの方がなぜだって思われるかもしれませんが、ノートンやな、やっぱ人気があるのはな。いや、ノートンじゃない、誰かが、あ、ノートン首があかんから、佐藤浩平一回ちょっと行ってみる。意外と、あ、ビガロな、ビガロ A なんやな。じゃあもうビガロでいいや。なんかやけくそうになってますけど。で、ジュニアヘビー級はもうタイガーが全部買っちゃったから、新たに、タイガーに向かっていく、最近入団したこの辺が行くということでいいですよね。三上さん言っておきましょうか。ね、これでまた新たな時代がタイガーに勝てるかなっていうところですけどね。で、タイトルマッチは、あとは、シックスメンって今、あ、ちょ、間違えた、失敗した。ごめんなさい、これはなかったことにします。これが崩れます。タイガーの、これはこれですね。で、タイトルマッチのシックスメンですよ。これは6人タッグ、マミーが巻いてるのと、これがあるんですよね。これ誰なんやろ。
ターンと岸和田と、ああ、剣王、なるほどね。で、これに、マミーの巻いてるザーの6人がありますよね。あ、秋山組がある。さっきザーにしよう。あれ？ザーが6人巻いてるやつなかった。これこれこれ。これですよ。これ誰？おー、なるほど。で、これをこう持っていきましょう。これやな。こう。これでちゃんとしたでしょ？大丈夫ですよね。なんか抜けてませんよね。よし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 、OK。で、これで6面のベルトを争うことにして、ジュニアも組んだし、ヘビーもやったから、あとは、普通の試合を組んでいくということですね。いや、吉達がこれ偉い。誰にやられたんやろ。そして、リック・フレアの人気が上がらないと。ここですよね。リック・フレアの人気を上げるために、対抗戦をするという口実にしちゃダメですかね。あかんねやろな。そういうことじゃないと。ロブ・ワンダム。君島さんもやられてんな、偉い。怪我人がなんか多い気がするな。怪我までいかんか。わ、なんかみんなやられてるな。ということはあんまり、うわ、マイク・ベリーマンか。休ませえな。これはデコボココンビ。コバスさんもあかんやんか。あ、トーナメントやったからかな。ワンデイトーナメントやから、試合数が多かった。一日に何試合もしないといけないからっていうこと？それなら納得ですね。へえー。なんか、妙に、リアルで、いいんか悪いんかわからないですけど。まあ、とりあえず。それでも、あ、もうでもこれ、ちょっと怪我してる人出さなあかんようになってきたな。マンモス。あと2人。誰がいける？首、あー、え、この人やったらいいやろ。マイク・ベイリー。小橋健太はダメ。こっち、OK。で、あ、1万人埋まった。ただし、あ、でも1万4000ぐらいやったら、都市会場で1万5000ぐらいの会場あったでしょ。ですね。なら、こうしといて。今回、クマおらんからね。よしよしよし。オーケーオーケーオーケー。で、1万5000人で、これで大成功にすればいけるはず。さあ、グッズをバリバリ売って、お、軍団グッズ、売れてる？よし。じゃあ、軍団グッズがどれぐらい売れるか試しましょう。今回1万5000人。1万個。で、弁当は5000個で勝負。はこの辺もったいない気もするな。まあいいや、今回は在庫を履くだけでよし。これで OK のはず。では行きましょう。13年目の4月、よし、無事開催ですね。1万5000人。シングルでも十分客は呼べるのかな。レスラーが多い方が、タッグとかの方が観客動員数は上がるんかなと思ったんですけど、これよりが低いな。 78%。 このレフェリーで78って言ったらちょっと低い。まあでも80いってくれて大成功に。おお、往年の2人が。フリッツ・オン・エリー、これで人気上がるんちゃうかな。スティーブン・リーガルが勝って、デイビー・ボイ・スミス、なんかこう、デイビー・ボーイ・スミスの使い道がわからなくなってきましたね。あ、そういえばマレンコ兄弟ももう割れちゃったんですよね。75%。まあそらこのチームやったら、この組み合わせやったらちょっとそうなってもしょうがないかもしれない。おー、まあ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 。で、これで
シックスメンの試合タッグタイトル、おお、マミー組が、おお、このトリオなんか訳がわからないに強い。マミーがね、なんかね、えらい活躍してる気がするんですよね。ああ、三上時代がやってきたか、これは。へえ、まあ、とりあえずリベンジマッチはまあするとして、1回はチャンピオンになれたと。ほう、ジュニアヘビー級のレスラーもやっぱ低いな。なんでやろうな。そしてビッグショーがやっぱり強い。ビッグショーが引退したら大変やな。あー、やっぱりこの2人強いな。ビッグショーと誰かで1回当てようか。はい、というわけで、おお、なんとか 83%。 三上、おお、大成功ですね。超満員の観客、大盛り上がり。大盛り上がりでもないかな。さあ、これで5月、ん、おお、永田、うん、ショー、ショートン、ショートンブラ、ショートンブラッツ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 、この2人は大事ですからね。ブラッ、ブラツ、ツって誰？これかな。よし、さあ、これでどうしよっかな。永田言ってましたね。永田裕二、うん、いいんじゃないですか。どう、ブルージャスティス、どうだ。ダメか、最近外れるな。断られることが多い。アメリカにしとこうかな。この人ハードコア、この人とりあえずもうこれでいいや。アメリカ言っても無理な気がする。で、黙々と、ちょっと情報をまめに、うん、いやー、 C から B、 B から A は遠いな。興行設定でデスマッチはできないんですよね。タイトルマッチ、ビッグショーに誰が立ち向かえるか。ビガロもダメでした。ノートンもダメでした。じゃあ残るは人気、あ、違う、そんなことやろう思ってたんちゃうんや。タッグや、タッグタイトル、これを、これにして、そうで、ビッグショーにやらせるというか、ビッグショーのパートナーは誰がいいんだろう。ふさわしい。まあ、ここまで戦ってきたということで、ビガロでどうですかね。うん、まあまあ、というストーリーにしましょう。で、ジュニア、三上が取ったけども、それはリベンジマッチを行っておくと。いうことですね。で、ジュニアのタイトルの前哨戦もやっておき、あ、これめんどくさいな。あれね、めんどくさいんですよね。ジュニアヘビー級のレスラーを探すのがめんどくさいんですね。これや。このタッグ、シックスメンのタッグに次挑戦する。おー。
ってなったら三沢組、これに三沢組、三沢組誰なんやろ。あ、秋山組もいてんねや。面白いなこれは。あー、まだ諏訪間組とかもあんねんな。そうか。あ、長野組、あ、タッグはいろいろベルトあるんですね。とりあえず三沢組っていう話をしてたので、あー、三沢丸藤組ね。え、あ、じゃあこれタッグやんか。そっか、しまった。何を言ってたんよ。失礼、何もなかったことにしか。あれ、シックスメンのベルト、あ、これ、これでいいや。これが誰？あー、なるほど。これを挑戦させるということですね。これを、で、あれ？違う、何かがおかしいな、これ。マミー・ゲンタロウとこれ、かぶってるな。なるほど。じゃあ、やめた。シックスメンじゃなくて、この長野関本組に秋山組って誰？あ、これがシックスメン。あ、違う、間違えた、また失礼。三沢組の、あ、諏訪間組があった。これが、あー、なるほどね。諏訪間丸藤なんで、こうすると。やっと3つ。シックスメンもでもやっとこう、ここまで来たら。シックスメン、あ、三沢組。これ誰？三沢佐々木正田。あ、あかんやん。またやってまた。もう。正田が使えない。あとタイトルマッチは、もうほんじゃやめたっと。で、シックスメン。で、適当に、怪我が、ああ、エディオインスまた怪我してる。怪我というか。この辺で、いや、アキトとかに入れとかんと。人気のあるレスラー、あ、ゼブラ。大谷、ああ、いいっすね。マミー、マミーちょっとお腹痛い。あ、で、この辺が、あー、スティーブン・リーガル。キラー・カンが、あ、でも人気ちょっと上がってきた。高山、バンガニア、フリソン・エリック。バンガニアも、じわじわ人気、あー、ホーガンも。プレイヤーが人気が上がらない。あ、しまった。あ、誰か、そういえば思い出した。他団体から来る言ってたな。これでいこう。ね。で、あとは、あ、違う。君島さん。これぐらいだったら大丈夫やろ。ああ、ノートン、ノートンでもちょっとお休み。マミーはいけん。あ、でももう使い切る。おお、バンガニア。ああ、吉達の傷は癒えた感じですね。これでもうあと、おお、こんなとこにひょっこり黄金カード。剣王で。あと1試合。ん？ロブバンダム。あとは、ノートンな。ああ、マミーやな。よし、オッケー。さあ、これで、あ、1万5000でも埋まった、埋まった。よかった、よかった。2万の会場はなかったな、多分。地方の大ホールで
3万やから、うん、下手に動かんとこ。これで、これを埋めたいんですよね。6万5千をね、いつかね、いつか。もちろん、チケット料金とか、ね、それを安くすりゃ埋まるんですけども、それはあえてやらないと。さあ、グッズ。ああ、売れてる。よし、ちょっと1万個作って、ちょっと余裕を。軍団グッズ売り上げいまいちって、軍団作ったのに。おお、危ない危ない。最近ちょっと掘り出してたらすぐこうなるな。でもこれレスラーは今でもやっぱり成長してるんですかね。あんまりこうずっとレスラーの攻撃力やらなんやろチェックをしてないんで、上がってるかどうかがわからないまま来てるんですけど。おお、マミン買ってるな。これまた人気上がるな。これマミーのどこがいいんやろ。アメリカでバカウケみたいな感じですね。おお、剣を買った。ジャンボ。ジャンボ鶴田がな、村がある感じなんですかね。まあ、そういうことにしときましょう。まあ、三沢も買って。ん？うん。84% か。ちょっと低いんですよね。だから、あの今のレフェリーで、おお、まあ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 ね。とりあえず、他団体から参戦したいっていう人をちゃんと受けると。大会忘れてるんですけどね。おお、100%。これはまたキラーカーンの人気が上がるかな。あ、でもリック・フレアが今買ったでしょ。ちょこれ見れるんちゃう。あ、じゃあ見られるのか。リック・フレアが最後フィニッシュ取ってるとしたら、リック・フレアの人気が上がってくれるかも。99%。 おお、ゼブラ強いな。90%。 おお、なるほど、ベルトが移動と。で、ジュニアヘビー級かな。おお、やっぱりタイガーの方が強かったか。なるほど。次はじゃあタッグに挑戦という感じにしようかな。忘れそうですけどもね。さあ、タッグ、ヘビー級のタッグベルト。わあ、やっぱりマサダグラジ強いな。ビッグショーが負けてる。これはすごい。フィッシャーマンドライバーからのエビ型。へえ、すげえな。やるな、マサダ。これマサダビッグショーに挑戦させてもいいっすよね。忘れそうやけど。まあまあ。よし、90%。大成功、大成功ですよ。ビッグショーにマサダ。素晴らしい。おお、超満員でしたね。観客も大満足の様子で、我が団体の人気に拍車がかかること間違いなしです。評価上がってるかな？ちょっと見ましょうかね。マサダを忘れそうですけどね、その前。マサダ、その前に、お金のこと言ってきそう。おお、ジョシュホーク。おお、タイガー、三沢、蝶野。タイガー三沢町の山。タイガー三沢町の山。タイガー三沢町の山。タイガー。
ミサは、腸の腸の山、高山か、高山でしょうね、高山ということにしましょう。よし、さあこれでジョシュ・バーネットね、ジョシュはね多分ねストイックなんですよね。アメリカやったやろ、あれアメリカじゃなく、ああ、いた。ストイックなんですよね。なので、ああ、ダニー・スパイビーがいる。ディック・マードックも悪くないねんな。いい試合してくれそうなんですよね。ダニー・スパイビー、えらい安いですね。安いことはいいことだ。なあ、あかんな。最近ほんま、断られるな。なぜやろう、スカウトの力不足。あ、こないだ頑張ったよ。あー、でもまだ C なんやな。いや、黙々とやっていこう。分かってるんですよ、多分皆さんの中でもう手っ取り早く対抗戦やれよと思いでしょう。分かっております。ビッグショーのタイトルに前回タッグで勝ったマサダが挑戦すると、これは十分ちゃんとしたストーリーですよね。よし、でこれがこうなるということはタッグタイトルが別のやつをしないといけないんですけど、ジュニアのタッグタイトルをやっておくと、で一矢報いた三上さんと、うわー、これは食いしん坊より秋人の方が人気があるから殺しとくと。で、あとはシックスメン、クメンかな、秋山組、この間そうね、この秋山組に対して久しぶりに出番ですよ、お父さんたち。あまり人気は上がってないけど、まあオールドファンにはたまらないこの3人でやりましょうね。こんなもんかな。あとタッグなんかできるような気がする。シックス面じゃなくて普通のタッグ、ザーが持ってるタッグ、あー、これにザーが行く方がいいな。これスワマはもう一人誰やったっけ。あー、丸藤ね。で、これに、鶴田と、あれ違うかったか。ああ、この二人もやらせてあげたいな。頑張ってるんですよ。個人的には全く重いですけどね。で、あとタッグ誰か持ってなかった。スワン組だったでしょ。三沢組や、これや。これ三沢と誰やったかな、秋山やったかな、丸藤。ああ、ここがかぶってるんやな。ってことはこうしよう、こうして、あ、違う、こうしたらいいか、こうするとね、これで成立はするでしょと。で、あとは普通の、あら、ま、諏訪本さんごめんなさい、と試合を組んでいくと。あ、ジャンボもでも B まで上がってきてると。関本、ここに、あ、金本さんやら首大丈夫で、あ、バンダム、ごめんなさい、こんなブブーって言わんでも
ビガロ、ああ、ビガロの人気が落ちた。あ、リックフレア人気上がったな。よかったよかった。まだもう一つ前でやってもらうけど。で、リックフレアが、吉達。食いしん坊はジュニアやから、ちょっとやめておいて、スワマさん。キラーカーンの首が怖いけど、多分大丈夫でしょう。この攻撃力と防御力が両方 S になったレスラーを僕はまだ見たことがないんですよね。ビッグショーでも片っぽなんですよね。これがだからなんかありそうな。ああでも A プラスなんや。っていうことは佐藤浩平めっちゃ強いはずなんですけどね。今度タイトルマッチ絡ましてみようかな。うわ、これはもう無理かな。まあいけるか。もっと高いわ。あ、タックにしてしまった。まあいっか。もうこんなもんでタックにして、あと全部埋めれるかな。この2人前のもったいないような気もする。グラジエーターがわあ、タック、じゃタックじゃない、 S、 人気 S なんや。あ、ちゃちゃ、これは無理。こう、これでどう。キラーカーン休ませよう、高山も休ませよう。残りがここ。おお、いいじゃないですか。ああ、バッチリ。いい感じ。ジュニアとヘビーのね。で、これでどうですか。まだ1万5000ギリギリぐらいか。で、1万5000超えて、試合の評価が80超えたら、さらに人気が上がるはず。1万5000人。ああ、1万個作って半分ぐらい売れてんねんな。なるほど。フィギュアはね、あんまり高いから売れないはず。軍団グッズあんま売れへんな。やっぱあかんのか。マスクもあんまり高いから。弁当は5000個完売コース。何か忘れ、あ、大丈夫か、忘れてそうな気もしますが、行きましょう。さあ、13年目。おバズった、バズった。よし、バズったということで、今回は多分この試合が終わったところで動画は終了ということになるでしょう。さあ、バズって1万7000は、あー、いかんかな、引きぞ、ちょっと。さあ、1万6000を超えて評価が、おお、 100%。 マミー、いい仕事するね、マミー。いいね。プロレス団体のオーナーもこんなもんなんでしょうね。いい試合をすれば手のひらコロッと返すようなことをしてそうな気もしますよね。このゲームでその気持ちはよくわかりますね。俺はお前は絶対に売れないと思うとかって言っときながら、急に試合して観客がわーって湧いたら、俺は分かってたよとか、わざとお前を焚きつけるためにそうやって言ったんだよとか。嫌やな、オーナーって。わー、やっぱ取られへんのか、厳しいねんな。今ちらっと見えたのが団体の名茶は平均の評価が 90% あだったんですけど、おベルト取った取った、すごいすごい、おじさん軍団。おお、いいじゃないですか。これはこの6人タッグのストーリーを進めてもいいかもしれませんね。さあ、これはジュニアヘビー、おお、三上、なかなか
これはいいじゃないですか。あ、KO やって、ミッキーブーメランかな。いや違うな、スワントーンボームか、あの辺か、なんかそんなんですよね。さあこれでマサダがビッグショーに、おおマサダ時代現るじゃないや、到来か。へえ、すげえすげえ。マサダはね、流血させる属性というか技をいくつか持ってるんで、それでかもしれませんね。ああ、1万7000人も入りましたね。ああ、でもやっぱり満足度が 90% いってなかったから、さっきみたいなこうコメントが出ないっすね。ああなるほど、やはり両方とも高い方がまたいいコメントが出るということなのでしょう。はい、お金はガッポガッポお、ということで、まだもうちょっといけますね。さあ13年目の7月、ジョーマレンコですよね、ショーじゃないですよね。アレックスは知らん。お、契約終了。ガンノスケ、ビガロ、ビガロ、あ、誰か来てたような気がするの忘れてたな、多分失礼。ビガロ、ビガロ、ビガロはこっちでしたね。あ、ビガロまだ安かったんだ。君島さんな、もうちょっと頑張ってね。でヨーロッパ、ノーマンスマイリー、いやアメリカやな、やっぱな。ホーク、あ、ダニスパイビー、安かった、お得なんですよね。ハーリーレイスいいな。いや、ジュニアに誰かいない。ジュニアは優先かな。ジュニア、これでも日本人じゃん。日本というか WMW じゃないしな。いないっすね。ジュニアを選んでくるっていうスカウトの設定ができても面白いかもしれませんね。あ、スティーブ・ウィリアムスの方が若いな。おぉ、ネクロブッチャー。スティーブ・ウィリアムスってどうですか？よしよし、なんか久々のような気がする。よし、であとちゃちゃっとやって、いやーいかんか、そこまで。待遇はもういいとして、情報これで、あー、やっぱまだしいね。工業、工業、と思いましたが、ちょっと早いですが、次回はこの続きということで、相変わらずさっきのを見せときましょうかね。団体人気が多分今回1時間前ですよね、収録始める前が D だったんで、 C に上げるのが精一杯というところ、なかなか厳しいですが、今後も地道に、団体人気を上げて、アメリカで S を取ってからさあどうするかということで、次回も続きをやっていきたいと思います。今回はこの辺でお別れです。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた。 Thank you.